ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、いよいよキックオフです。シュート、シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。いいパスが出た。シュート、キーパー真正面。ドリブル、中へ上げる空中戦。さあ、もう一度見てみましょう。彼は本当に視野が広いですね。シュート、前半35分をすでに過ぎました。ここです。ゴール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 、ダイナミックゴール。ここで確実に得点を奪います。さあ、もう一度見てみましょう。抜かれた。ニアだ。ラッゴール、見たか、ゴール。得点は2対1。さあ、もう一度見てみましょう。閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル。ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対1。さあ、中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ、後半戦が始まります。ファーサイドに上げた、
閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル。主審ファウルを取りました。ここは集中しなくてはなりません。中に絞ってきた。センタリング。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。後半30分経過。これはファールです。おっと、これはイエローでしょう。ここで選手交代です。この位置からのフリーキックですよ。十分狙い道ですかね。直接打ってきた。あー、この、言いたいけど言えない。スローインです。主審がファウルを取りました。キーパーの指示が伝わっていないのか。コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。さあここからどう攻める。これはゴールキック。ああ、ふかした。コーナーです。戻して、さあここからどう攻める。なかなか壁を崩すことができません。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。接戦をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。